聞いてるかな。あのおふくろ近所のさ知り合いにさ、今度息子が相棒に出る相棒に出るって言いふらしてるらしいけど、違うよ。あの僕が出るのは再建ドラマで六角精児さんの若い頃の役をやっただけだから、全然相棒とは関係ないんで。うん、ほら、なんか、あの、俺、六角精児さんから、タレント性を失わせたみたいな顔してるっていうんで、太鼓判を押されて、売れない頃の六角、ねえ、だから、あの、相棒には出ないぞ、ラボシー！さ、というわけでですね、まあ、あの、ゾナゾさんの、ゾナゾ君の話じゃもうないです。ゾナゾ君として言うことではもう全然ないですから。もうあの、ゾナーゾ君として出てるときに、あの、実家に対する釈明とか、実家との連絡をするのは良くないですよね。まあまあ、夏休み終わりましたけれども、いっぱい謎謎をちびっ子のために出していきたいと思います。ほいじゃあですね、一番最初、ペンネーム、ウニおいしい。問題！不動産屋さんが、せっかく紹介してくれた家が気に入らないと断ったよ。この時僕は何て言う？せっかく紹介してくれたんだよね。なんか申し訳ないみたいなね。申し訳ない的なやつ。で、この家に住むのって言ったら、ねえ、わかったかな。もうだんだん謎謎が高騰になっていくから、ここに咲く時間が長いね。これに関してたまにあのツイッターで僕にってか伊集院に直接あれの答えは何ですかって聞く人がいるけど、それはもうなんか受け負えない。申し訳ないけれども察してもらうしかないからね。不動産屋さんに、せっかく紹介してもらった家が気に入らないと断ったよ。一体僕は何と言ったでしょうか。答え、すみません、天井裏にびっちり置いてあるこけしがどうしてももう気になるんで。気になりますからね、こけしですか。で、全部顔が砕いてあるんですよ。すごい量のこけしだ。全部顔が砕いてあって。まあ、前には OL さんが住んでたとだけは聞いてるんですけれども。まあ、なんでしょうね。だってあれですよ。あの、押し入れをカーッと開けたら、天井がたわんじゃうぐらいですかね。なんでこれたわんじゃってんだろうと思って裏を覗いてみたら、顔が砕いてあるこけしがあの量あったら、すみません。ああ、すみませんとすみませんがかかってるんだ。さあ、続きまして、ペンネーム、おっぱいの O を意に変えて言う。問題！まあから始まるちょっとエッチな名前のフルーツってなんだ？まから始まるちょっとエッチな名前のフルーツ、濁点があるから放送はできるみたいなね。濁点がなかったらちょっとこの放送できないみたいなやつです。答え、公園で拾ったちょうど僕の聞くもんよりちょっとだけ大きかった松ぼっくり。何個もありますよ、何個も。まずフルーツじゃないっていう、松ぼっくりをフルーツと認識しているちびっ子がいたら、それはまあ、あの、正してあげた方がいいっていうことと、なんなんですよ、これはゾナーゾ君のヒントがおかしいんですけど、松ほっくりも言えますよ。別にね、濁点がなくても松ほっくりだったら別に普通に放送に載せられますから。じゃあ続いていきましょう。ペンネーム藤井菊一郎。問題、悲しくないのに聞くと涙が出てくるものってなんだ。悲しくないのに聞くと涙が出てくる。ちくー、親方これちくねー、ちょっと聞いたね、涙出ちゃった、鼻につんとしてる、涙出ちゃったよ。さあ、もう分かったかな。くれぐれもツイッターとかで書いてきても僕答えないですから、ね。答え、答え、あ
アイドリング菊池亜美の芸能界で生き残るための必死さがビンビン伝わってくる爆発言。これもちょっと問題にちょっとクレームなんですけど、悲しいよ。結構思いますけど、菊池亜美さんとは何度か共演させてもらってますけど、で聡明なクレバーなんていうのかな、爆発言自体は本当にバカ発想で出ますけど、そのレスポンスみたいなのの速さは、なんで頭が切れる感じがするんですけど、いつも質問として思うのは、あのパイロンみたいなちっちゃい帽子何？なパイロン、あれパイロン、あそこで折り返せばいいの、あそこで折り返せばいい。なんかさ、最近のそのああいうアイドルの子たちのさ、なんかすごい努力してる感じっていうか、すごいこういうことを身につけるためにすごい努力をしてんだろうなっていう、まあずーっと前に一回言ったことあるけど、まあクイズでおバカ発言をする子たちのトレーニングっつって。あの、偉人の、外国人の偉人の写真が出た時に、ニュートン以外はニュートンって言うっていう、とりあえずとっさに何も出てこない時に、そういう設定をしとくと、すごい俺感心してさ、もうニュートンは覚えると。で、これをニュートンって当てちゃダメだから、ニュートンは覚えるんだけど、その時の調子によって、すぐに出てこない時あるじゃん。すぐに外国人の顔見てなんか面白いことが出てこない時には、とりあえず一回それで稼げるっていう、うわ、なんかすごいなっていう。バカであるための、こう、極意っていうのが、ちゃんとあるんだって思って、偉い！そして、けっつって、二個同時に思いましたね。続きまして、ペンネーム、バキヒコ。謎だよ。英語で、あそこって、なんて言う？英語で、あそこって、なんて言う？引っかかるんじゃないよ。答え、プッシー。バカじゃねえの。バカじゃねえの。こっちなの、答え。なゼアって言うと、引っかかったね、プッシーっていうのが、それが引っ掛け、逆引っ掛けな。だってエッチな謎謎って言ったもん。そうでしょ。ゼアなんてエッチな言葉でも何でもないもんね。このダイレクトパターンってたまにやられるよね。前もあったよね、バッジーナみたいやつ。普通っていう、むしろ普通っていう。いきます。ペンネーム、衛星規制。問題。ちゃんと数えてね。ドン、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 10回。ドン、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 ドンが10回。さて、この食べ物。なんだ？英語で。さあ行くよ。答え。深夜、隣の部屋のセックス声に寝つけず、イライラして壁を蹴りまくったら、なんか目が冴えちゃって、深夜に食べるカップラーメンだった。せえなってのずーっと蹴ってて、でやっと終わったんだなみたいな、やっと終わったと思う、寝よ、もう眠れねえよっつって、払えちゃったやつで食べるカップラーメン。続きまして、ペンネーム藤井菊一郎。問題。ブスはブスでも、巻かれるブスってどんなブス？ブスはブスでも、巻かれるブスってどんなブス？ゾナーゾくんが付け足すとすると、ま、ブスはブスでも、巻かれるブス。巻かれると動けなくなるブス。まあ、そうだね。骨折ったことある。
骨折ったことある人はもしかしたらわかるかもしれないね。それで行くよ、答え。サービスエリアでタラタラホルモンうどんを食ってる猫舌のブス。それはもう巻かれますよね。でみんなもう車で山中湖に向かっちゃってますから。だからもう動けないでしょ。だからゾナゾ君のヒントもすごい合ってるんですよね。すぐ巻かれちゃいますからね。骨折ったことあるんですよ。このブスが後でワンワン泣きながら携帯かけてくるんで、もうどんどん俺だけ車でなんつってな。これで骨折ったことがある人は絶対わかるんですよね。なんでホルモンうどん食ってんの。熱いって言いながら髪切る熱い髪うるせえよお前。もともとお前メンバーに入れたくなかったんだよ。でおなじみのやつですね。最後もう一個だけ行きましょうかね。ペンネーム藤井菊一郎もう一つ。問題。大食い大会で優勝した鈴木さんが会社を辞めちゃったよ。どうして？大食い大会で優勝した鈴木さんが会社を辞めちゃったよ。どうして？大食い。大食いっていうのをそのままこうちゃんと熟語で読むとなんて言う？なんてなる？なんで、会社を辞めちゃったんだよね。なんで、鈴木さん、大食い大会で優勝するほど、すごいいっぱい食べる。鈴木さんが会社を辞めちゃう。もうわかったかな？それじゃ答えだよ！そういう風にすぐ人のことを詮索する癖は直した方がいい。自分のことちゃんとやれば、まず。鈴木さんが辞める辞めないじゃなくて、鈴木さんが退職したのはもう自分のもう一身上の都合だけど。お前辞めろよ、お前自主的に。武道を踊ってた頃のあいつ全然丸くなっちゃってさ、びっくりだよ、びっくりだよ。そんだけ時間が経ったってことなんだね。はい、こんな感じで、いつもジョナード君の話を聞くとこんな感じで始まっちゃいますけれども、まあ夏休みは終わりましたが、ちびっこは謎などが大好きということで、ちびっこ向けの謎などをいろいろ発表していくコーナーです。ペンネーム、ジェニュ。問題。パーを取ると、エッチな名前になってしまうお店ってなーんだ。パーを取ると、エッチな名前になっちゃうお店ってなーんだ。答え。学習塾、おちんちんパパ。そんな塾ね。そんな塾はないし、そんなの何でもできるじゃん、もう。何でもやり放題、やり放題じゃん。おまんパパ子とかでも全然もうやればいいの。おまんパパ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 子って言えばいいだけだもんね。ネイルサロン。そんなのだって作りゃいいんだわ、そんなものは。ペンネーム、バキヒコ。問題！タヌキが宝くじに当たらない理由って何？タヌキが宝くじに当たらない理由ってなんだ？答え。宝くじ。20歳未満での購入には、親権者の同意が必要だが、タヌキの一般的な寿命は10年程度。長くても14年から5年だから。
しい。20歳になってない、なってないから。ね。ね。だから、それは無理。それは無理だ。それは無理だよね。さあ、じゃあですね、続いていきます。ペンネーム、オセロの青い方。問題。ある日、太郎くんが、桜の木の下で花子さんに告白したら、断られてしまいました。ところが次の日、杉の木の下でもう一度告白したら、なんと答えは OK。一体どうして？あ、これどうしてなのかな？一日目は桜の木の下で告白したんだよね。で、二日目は杉の木の下でもう一回告白したんだよね。さあ、これ変わったことは何なのかな？何が変わったのかな？桜の木と杉の木、あ、もう分かっちゃったね。答え、今度はロールスロイスに送金場で行ったから。うん、金を持ってるっていう、銭を持ってるぞっていう、ね、資産があるぞっていうところを見せつけに行ったわけですね。ペンネーム衛生規制。問題。イカが邪魔をする都市ってどこ？イカが邪魔をする都市ってどこ？なんだろうね、ボートで上陸しようとするともう邪魔なんだね、イカが。だからもうそこで行けないんだね。さあ、どこ？答え、ダイオウイカに征服された沼津。もう邪魔しちゃう。もう沼津がダイオウイカに征服されたんだな、もう。そら、そうなっちゃったな、そら、もう。そらダメだよね。ラジオネーム、田無の王。問題。江戸時代、杉田玄白が書いて。これはちょっとお父さんに聞かなきゃわかんない問題かな。江戸時代、杉田玄白が書いて、みんなが欲しい欲しい、売ってくれ売ってくれと大人気になった新しい本って、なんだ。これは難しいね。みんなが欲しい欲しい、売ってよ売ってよ。その新しい本。さあ、じゃあ答えは？答え、カラー使い、女性器のすべて、塩を吹かせる108のテクニック。原白がね、原白が。解体新書の方はそんなに売れなかったらしい。難しいから。難しい。買ったところでね、買ったところでわかんねえから、ね。で、こっちの方はすげえよ、つって。江戸本だってみんなこれ旬なんだろ、ちげえよ、原白が書いた難しいやつなんだよ、つって。変えたからっていう、そういう理由ですよね。ペンネーム、デブメガネ。本題。小さな女の子が好きな人はロリコン。父親好きはファザコン。では、母親にべったりなのは何コン？答え。三浪中の俺のために、受験に効果のあるパワースポットに行って、霊剣新たかなグッズを買ってきたの、という母親の後ろに、べったりついている、鬼武者たちの霊魂。お母さん、どこ行って、お母さん、どこのパワースポット行っちゃったんだろう。ペンネーム、オレンジ。問題、ピザって10回言って。ピザ、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 ピザ。じゃあ、これってなんだ？答え、これって園山さん、料理、食パンにソーセージを乗っけただけ、ポコチン、何これ。ついてるけどみたいなね。俺はあの時すごかった。学園祭で
やったあの劇は斬新だったなみたいなね。俺だけ未来の話がしたいからさ、未だに映画が出たいとかさ、だからハリウッドに渡りたいみたいなこと言いたいんだけど、言ったところで唇寂しっていうかね、なんだろうね、なんなんだろうね。あ、謎謎だ。謎謎です、謎謎なんですよ。今日も面白い謎謎を出すんで、ちびっこのみんなもね、それから伊集院くんも頑張って、伊集院くんも頑張って答えるんだよ。じゃあよろしくね。なんかあのハーモナイザーかけてテンション上がらないままに、なんかこの、うん、ゾナーゾ君の後ろ向きギャグみたいのに入るとうまくいかないね。ゾナーゾ君になりきれてないんだね、多分俺なりきれてないから、その耳に回ってくるゾナーゾ君の愚痴に対して深刻に受け止める俺みたいな。なんかその CM 前に俺全く得しない話したっていう、あれを引きずったままゾナーゾ君に。だからなんだろうね、俺の中にもそうだ、そのなんかその、話題は過去に流されていくような、そんな大人じゃダメだなみたいなね、そういうこう反省みたいなのが渦巻いちゃってダメだな。行こうかね、謎謎を出していきやさ。ペンネーム、あと数センチ。問題。いつも裸でいる生き物ってなんだ。いつも裸でいる生き物ってなんだ。まあ裸のことをなんて言うかだよね。あとまああれはあの亀の一種なのかな。ね。高級、ちょっと高級ですよね。それじゃあ答えいくよ。答え、俺の脳内の堀北真希。はい、いつも裸、いつも裸なんですよね。続きまして、ペンネームラッパーザキバチョフ。問題。火事に真っ先に駆けつけて、火事に真っ先に駆けつけて消火活動に参加する動物は何でしょう。これちょっと英語が入ってるよ。火事に真っ先に駆けつけて、火事の時には何を使うのかな。お水が出てくるやつだね。消火栓とつないでお水が出てくるやつだよ。細長いやつだよ。あれは英語で言うと何になるかな。火事に真っ先に駆けつけて消火活動に参加する動物は何でしょう。答え、クマエリ。クマかな、クマかな。もうさ、さっきからずっとさ、ゾナーズ君が出してくるヒントの意味が全然ないもんね。もう英語でもないし、ゾナーゾクが出したらヒントじゃなくて、後で、伊集院さん、もともとのその答えは何ですかっていう普通のお便りが来ることに対する怯えだよね。どれぐらいのさじ加減に、あ、これで鍛えられてるせいで本当にテレビの謎々番組の答えがすぐわかる。ただ間違えて言っちゃうのが怖いよね。間違えてゾナーゾクで教わった答え言っちゃったら、ゴールデンで言っちゃったら、これ物議を醸し出すなと思って。熊入りじゃねえ。もうイラストに馬らしきものまで書いてあるのに、俺だけ、クマエリーなんつって。みんなであの、お猿のダンスみたいな踊れねえよ、全部。みんな静かになっちゃった。続きまして、ペンネーム、ジェニュ。問題。ちょっとエッチな謎なぞだよ。女の子が、比較的好きなことで、これをやるとぐっしょり濡れてしまう。最後にクスがつくもの。なんだ。これはもう息遣いが荒くなっちゃってね。健康にもいいらしいよ、これはやった方がね。最後はクスだよ。
そしてリスナーのみんながちゃんとこのなぞなぞのボケない答えがわかるかどうかの基準が前に座ってるクソメガネだからこいつが悩んでる間はもういけないんだよネタに。ほらアジアやのレオタードとかを着てさ大丈夫大丈夫基準で今 OK が出たんで女の子が比較的大好きなことでこれをやるとぐっしょりと濡れてしまう最後にクスのつくもんなんだ。答えダニエル・カールとのテレフォンセックスこれさちょっとさ斬新だなと思ったのはさ例えばさ頭に背がついてとかででそこに背を瀬戸内寂聴みたいなボケるのあるじゃん。何の縛りもないのにダニエル・カールにする必要が全然わからないから山形弁なんだ山形弁なことに何の意味もないじゃん。テレフォンセックスをするただ相手の人選がダニエル・カールなんだよ。もう全然わかんないよね、こうなってきちゃうとね。もうちょっと笑っちゃってさ。女の子が比較的好きなことでこれをやるとぐっしょりと濡れてしまう最後にクスのつくものなんだでさ。頭が背で最後がクスだよっつって、なんかその千田光男とのセックスだったらまあわからなくはないんだけどさ。ダニエル・カールとのテレフォンセックスっていうダニエル・カールとのセックスでもないんだよ。なんなのこの二段変化球。すごいなぁ。続きまして、ペンネーム藤井菊一郎。問題。頭を使わない遊び。頭を使わない遊びってなんだ。全く頭を使わないんだよ。頭を使わないってことは、体の部分で頭より逆のものを使うのかな。そうだね、お尻を使うかな、お尻を使うかな、使うのかな。頭を使わない遊びってなんだ。答え、巨大アナゴを振り回してただただセリナの顔面を引っ張ったく遊び。ブーとか用意してんじゃねえ。あのさ、もうこれミスタッチ以前の問題だよ。ミスタッチ以前の問題だからね。このコーナーにおいてブーをなぜ用意する。よくさ、俺昔思ったけど、タイムボカンシリーズでさ、必ず押し間違えるのに自爆ボタンっていらないだろうって思うわけ。このクイズのセットの中で、その何、サンプラーの中にブーを入れとく必要がないじゃん。びっくりしたと同時になぜ用意しておくっていう。あと、ブーだとするならなんだよ、答え。それが池田判断で、プロデューサー池田の判断で、ブーならブーでいいけど、どっちが間違ってる？アナゴじゃないの？セリナじゃないの？もしくは、答えはしりとりなの？謎だよ、そうなってきちゃうと。セリナってもう面白いね、俺の中で。セリナがすごい面白いんだよ。なんか、セリナと、に、ちょっとでもいいから暴力や血の匂いを掛け合わせると、相当面白いっていう。目、まぶたとまぶたの下を縫われたセリナがギロチン台の横のところで、ギロチンがうまく作動しなかった時にとどめを刺すような大きな斧を持ってフラフラしてるっていう。背中にミンミンゼミの羽つけて。その感じとかが、セリナはその辺に相性がいいね。むしろ。もうセリナにそういう、なんかわかんないけど、殺戮みたいな匂いとか、血の匂いを少し掛け合わせるだけで、何十倍にも、何十倍にも良くなるよね。北斗の拳の世界にセリナが一人立ってるだけ。それだけどもちろんセミの羽つけてね。ね。それでわかんない。誰に襲われるかわかんないから寝ないんで。全く寝ない。ミンミンダガを、樽で飲んで。ね、ま。ミンミンダガを、マスで測って、ジョーゴで飲んで。もう全く寝ない、セリナだよね。ラジオネーム、タナシの王。サラダを盛り付けるのにぴったりな器はなんだ。元気に断言してください。
盛り付けるのにぴったりな器はなんだ。ね、じゃあもうすぐ元気に答えてください。答えは敵の武将の頭蓋骨のてっぺんを水平に切り取ったやつやつじゃさあ野菜を持てまあそれです、それです。まあこれあれですよ、戦国でもそうかもしれない、古代クリミア地方では絶対、古代クリミア地方ではもう敵と打ち取った敵の頭蓋骨を磨いて、それで勝利の酒を酌み交わすっていう。これがある意味優勝カップの由来なんじゃないかっていうことを、僕が子供の時に松下紀章という会社の CM で、古代クリミア地方ではっつって、松下紀章の優勝カップっていう CM だったんだけど、今思うと、優勝カップの CM って斬新じゃね？テレビコマーシャルで、優勝カップのご用命はうちにっていう、CM やってたんだよね。誰も覚えてない。俺、割とこの松下紀章の優勝カップの CM と、あと、料理の CM で、シーラカンスのことをゴンベッサと言いましたっていうのすげえ。あれ、早朝の12チャンネルのゴルフ番組とかだったのかな。俺の結構そういう雑学みたいなやつって、そういうどうでもいい CM とかに、すごくこう、なんかヨナス・ハンウェイ君が、武士は刀を持つもんだって言われてたのに、イギリスの貴族だったんだけど、傘ってものを初めて刺した時に、みんなすげえ笑って、だらしねえなっつって笑ったんだけど、その周りの笑った人は風邪をひいて、今にまで傘は伝わりましたっていう CM。あれ何の CM だったっけな、シューマイかな、シューマイと関係ねえじゃねえかよ。多分そんなのとかのうちの一個。続きまして。どれいきますかね。ペンネーム伊集院祐介。問題。地図は地図でも女の子に大人気の地図ってなんだ。地図は地図でも女の子に大人気の地図だよ。さあ、じゃあ地図を英語で言ってみて。英語で言ってみて。英語で言ってみて。その頭に一つつけてみて。もうこれすでに高生の渡辺くんに言ってくるからね。地図を英語で言った上に頭にアルファベット一個つけると大人気のやつわかるでしょ。それじゃあ答えに行くからね。答え。あれは小学校4年生の時でした。僕には4歳年上の大好きなお姉ちゃんがいます。お姉ちゃんはあるアイドルグループの大ファンで、ずっとずっと応援をしていました。僕もそんなお姉ちゃんのことが大好きだから、お姉ちゃんと一緒に応援をしてました。そんなある日、お姉ちゃんが交通事故で亡くなりました。僕はお葬式が終わってもずっと泣いていました。誰よりも泣いて泣いて泣いて、涙が枯れ果てるまで泣きました。大人になった今でもお姉ちゃんが好きだったあのアイドルを見ると、お姉ちゃんのことを思い出して涙が出ます。スマップです。全然いらないやつだこれ。久しぶりに読んだけど全然いらないやつだ。頭ワープロうち6行にわたっていらないやつだこれ。最近こういうの読んでないなと思って、こういうのの割とこう原型のやつをきちんと読んでいこうかなと思いまして。ペンネーム口癖はソイソース。問題。パンはパンでも食べられないパンなんだ。もう俺これで一冊作りたいよ。もうパンはパンでも食べられないパンはなんだ。答え。食べられます。フライパン食べられます。やれます。だからテレビに出してください。お願いします。芸人として結果を残さないと、今年あたり結果を残さないと。だからお願いします。フライパン食べられます。答え。何でも食べられる。まあそうですよね。拾ったパンなんか全然食いません。むしろここでフライパンを食べることでテレビに出してもらわないと、拾ったパンを食べることになりますからね、割とね。そう考えたら食べられないパンなんてないんですよ。食べられないパンなんてほら、お前の甘えた心がもう生み出すもんであって、基本パンなんか全部食べられるんですよ。そんなパンぐらい食べられますよ、人生かかってると思えば。じゃあペンネームオレンジ。問題。
時に小銭を出さない生き物ってなんだ。もう小銭なんか見向きもしないんだろうね。大金は見ますよ。大金は見ますけど、小金に関してはもう見向きもしないんですよね。あの渡辺君もテストみたいになってますけど、高専の渡辺君、ちょっとそれ分かったみたいになってますけど、もう大金はすごい注目しますけど、もう小金に関しては全然もう無視です。さあ答えは、答え、マリエって小銭あっても出さなそう。出さなそうだね。それで前でお会計は何千何百何十六円ですって言ってて、別に六円乗せてるやつをうざいって思いそうだよね。単なる先入観だけで思いそうだよね。